はい、どうも小林隆史です。どうもこんばんは。それでは、今日はですね、AI 美空ひばりの歌がなんで息苦しいのかという話をしてみたいなと思ってます。 AI 美空ひばりさんの AI のやつ見ました？紅白でやったというやつね。僕あの後に動画を見て歌も聞いたんですけど、あれはどうでした？皆さんどんな風に感じました？僕はまあでも今なんか山下達郎さんとかがあれは冒涜だって言ったりとかして結構いろいろ物議を醸してるらしいんですが、まあそれはそれとして、あのまああれの何が AI なのかっていうのは正直よく分かんなくて、別に AI でも何でもないとは思うんですけど、とにかく美空ひばりさんのビジュアルの部分と、あと歌を合成音声で作るっていう、まあ2つの作業になってますよね。でどうやらその見た目のビジュアルの方は天童よしみさんかなんかがこうモーションキャプチャーしたものに、まあ動きだけ読み取って、それにこう美空ひばりさんのビジュアルを当てたらしいんですけどね。あれに関してはやっぱりそのなんていうんですか、あのロボットとかアンドロイドとかが必ずその不気味の谷って言われる、なんか気持ち悪いっていうのをなんかこう超えられないっていう、そういう限界みたいなのがまだあるっていうのはあるじゃないです か, だかそこはねちょっと今置いといて、もう歌声の方の話をしますけどね。僕はあの歌を聞いててなんかすごく息苦しい感じになったんですね。これはなんでなんだろうってやっぱ考えたんだけど、結論あれはね、あの歌が呼吸をしていないからなんですね、と僕は感じました。呼吸っぽい、なんか息吸ってるっぽい音が少し入ってる部分もあるんだけど、でも基本的にあの歌って呼吸してないんですよ。で、単純にブレスがないっていうだけじゃなくて、僕らは、その例えば生でお芝居を見たりとか、歌を聴いたりするときに、どうしても必ずね、呼吸が合ってきちゃうんですよ。舞台上の人の呼吸と見てる人の呼吸って必ず、合ってくるものなんですね。で、それが、まあ、生の舞台とか芸術のなんかこう、結構大きな要素なんだけど、僕は演劇とかは生であるものに関してはその呼吸の芸術だと思ってたりするんでね、余計にそう思うんだけど。そうすると、歌なんかで言うと、例えば、歌の表現っていうのは、その、例えばですよ、大きく吸って細く出したりね、あるいはこう、一瞬でバッと吸って、いきなりドカーンって大きな声出したりとかね。まあ、そういう、吸うのと吐くのがワンセットになってるわけじゃないですか。そうすると、あの美空ひばりさんの AI の歌を聴いてると、それがもう全く読み取れないわけよ。どんくらい吸ったのかわからないまま、音だけがうわーって美空ひばり的なクレッシェンドしたり、美空ひばり的なビブラートしたりするんだよね。でそこはできるだけ技術的に美空ひばりさんがやってるのと同じようなクレッシェンドだったり同じようなビブラートをかけたりとかしてんだけど、でも僕らは実はその前にある美空さんが息を吸ったものがどう出るかっていう風に見てるんですよ。歌を感じてるんだよね。だけどその吸うところがどうなってたかがわからないから、いつこっちも息をしていいかわからない、ずーっと音だけがなんか流れていくっていう風になってしまってるんだよね。だからこれから合成音声をそう本物に近づけるみたいな作業をもし続けるとしたら、その辺がすごくでかいポイントになってくるんだろうなって僕は思ってます。ただそれをきっとね、時間かけりゃそんなできると思うのね。だけどそこまで突き詰めて人工の音声を作る意味っていうのが本当にどこまであるのかっていうのはちょっと難しいものがありますよね。だって普通の人が歌ったら必ず息吸ってそれを表現の中に組み込むことに結果としてなるわけだから、そうなるとなんか意味があるのかどうか別としてですね、僕は生の芸術っていうのは呼吸を含めて僕たち味わってるんだぞっていうことをもう思い出すことになりました。AI の美空ひばりさんの歌がなんで息苦しいのかというお話でございました。というわけで、またね、バイバイ。